え、じゃあちょっとやってみてよ、マジで無理のイヤ。マジで無理のイヤ、うん、いや下田さんもあるマジで嫌な、待って、それ一回想像できないと。マジで無理なんですよ。オッケーオッケーオッケー、はい、いや俺今、してよって言われて、いやイメージの元やったから。何でイメージしてたの。玉木、よし俺だよ。はい、逮捕でよろしくお願いします。山はい、今回の企画はバーで流行りつつあるゲームで遊ぼう。バーで流行りつつあるなんかいろんなボードゲームみたいなやつをただただひたすら遊んでいこうっていう企画でございます、うんうん、はい、過去にもね、いろんなボードゲームやってるのでぜひ見てみてください。多分この辺に、この辺に出てると思う。この辺に出たら邪魔でしょ。大体この辺に出るの。ここに出していい。それぞれ顔消したいんだ。はい、というわけで、本日やっていくゲームはこちら。はぁっていうゲーム。あぁ絶対言うと思ったし。言うよね、俺はもう、これ結構ね、もうバーで流行りつつあるというか、バー以外ではもう流行りきったゲームであります。そうですね、流行りきったゲームで遊ぼうだ。こちらのゲーム、ルールとしては、お題の一言を声と表情だけで表現する。はぁ、今のはぁは何のはぁ。なるほどのはぁ。そう、テーマカードが、おう、そういうはぁだけじゃなくて、いろんなテーマのカードがあって、ここに演じる人は ここにある A から H のカードでどれをやるかを決めます。おお。で、それをこっち2人は当てると。なるほど。そっちにも当てさせなければポイントが入ると。こっちはもう当てたらポイントが入ると。うん。で、最終的にいっぱいポイント取ってる人の勝ちと、というゲームでございます。まあやってみますか。はい、ね、うん、じゃあ引くよ。はい、最初のやつは、はい、これです。なんでしょう。なんで。お、なんでと。あー、なるほど。最後はちょっとダジャレですね。これのどれかをじゃあ下田さんは言ってもらうので、引いて、あなたたちにこれ A から H までは見せたらダメなのよね、はい、そうですね。で、当てさせなければいい。そうですね、演じる側は2ポイントにしようかな。どっちも当てれなかったら、当てれなかった人の数だけポイントもらえればいいんじゃないですか。当てさせないといけないんじゃないんだ。本当はね、本当はね、当てさせないといけないんだけど、これちょっとうちの訛り出るな。いい。それでは下田さんのなんでお願いします。なんで。おう、おう、うちの訛りですね、沖縄の訛りの。あ、俺分かった。もうもうもうこれしかない。俺もこれしかないさ。せーの、 B。 分かれた。分かれた。A は何ですか。 A は手品に驚いてのなんで。 B は、 B はありえないのなんで。ただこれ手品に驚いてとありえないは一緒のなんでだと思うんだよね。だからこのお題は合体させていいと思う。いやいやいや、どれかをやってるんですよ。でも俺は手品で驚いた時のっていうあれだったかなって思ったわけよ。俺は手品に驚いてありえないのなんで。いやいや、違う、どれはなんか A か D なのかどっちかよってなる。 D ありえないの方。正解発表お願いします。正解は A。 シェイダーン。じゃあ間違えてるんですよ。D 選んでるから。なんで。じゃあこの場合はともきさん1ポイントで、下田さんも1ポイン ト, イント。なるほど。じゃあ続いて、私が演じる間から取ろう、間から取ろう。私が演じるお題はこちら。頑張れ頑張れ。さあ、いろんな頑張れがあります。頑張れって言葉嫌いなんだよな。じゃあ行きましょうか。ああ、なるほど。はい、大丈夫です。私ともきの頑張れ、いきます。頑張れ。ああ、分かった。はい、失恋で振られたけど、もう失恋したけど頑張れだ。いや、ないわけ。完全にマネージャーのやつだったけどな。頑張れ頑張れ。あ、もうこれかった。もうこれしかない、これしかない。分かった、告白するときだ。違う、ないだろ。下田さんずっと見てないぞ。これのどれかやってんだよ俺。
あ、これのどれか、これのどれか。さっきこれなくても俺当てきれると思うんだけど。これのどれかから当ててください。あ、でももうそうなったらもう一回見ます。俺もう一回できるから。もう一回言おう。やって頑張れ。もうこれしかない。さっきと一緒でしょ。うん、すいません。わかった、わかった、わかった。じゃあ、ユージさんから答えてください。 H、 H、 辛いけど頑張れ。はい、おー、ちょっと無理してる感があるような頑張れに聞こえたんですね。俺は A、 A、 見下して頑張る。あー、完全にちょっとなんか上から目線な感じした。さあ、H と A でございます。正解は D でございました。はぁ、明るく頑張れです。いや、見下してて。いや、見下すときは頑張れって言います。ああ、でも確かに、言われてみればどっちも見下してるような聞こえたな。ちなみに H の辛いけど頑張れだったら頑張れこれです。ああ、俺が今まで経験した頑張れと違う。いや、違う。そうだから、その人次第のね、まあやっぱあれが面白い。違う違う違う。両脇の二人素直に応援されたことないんすか。ひねくれてる可能性があるから。じゃあ、僕は完全に2ポイントゲットでございます。はい、はい、じゃあ、ゆうさんの演じてもらうテーマ。一人称、足なんだ。はい、だから。ドン、いやーでございます。最後、最後ちょっとダジャレっぽいのあるんだな。ハートツラー。いろんなイヤーがありますね。なるほど、この中からですね。はい、じゃあ、早速。お、お願いします。ゆうさんのイヤー、お願いします。いやー、あー、俺分かった。あ、分かった。見てます？このこの選択肢見てます？明日出勤できるよね。いやー、いや、多分あるんすよ。え、それがどれなのか。いや、じゃあそんな細かく描写はしてないけど。お、だと C だ。お願いを断る。いやー、明日出勤できるよね。いやー、あー、じゃあ俺さんは C。 C、 俺は C。僕は E でした。 E、 ごまかす。いや、正解聞かせてください。よし、お願いを断るイヤーかごまかすイヤー。正解は F。 F？ マジで無理のイヤー。嘘。ごまかすイヤーじゃないですか、それ。いやいや、ごまかしてる、ごまかしてる。これ同じでしょ、さっきの。あー、でもゆうさんにポイントだ。え、じゃあちょっとやってみてよ。マジで無理のイヤー。マジで無理のイヤー、うん、いやー、下田さんもあるマジで嫌な。待って、それ一回想像、想像できないぞ。マジで無理なんですよ。オッケーオッケーオッケー。はい、いやー、あー。下田さんのもなんか違くなかった。俺今、あの、してよって言われて、いや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 、イメージの元やったけど、何でイメージしてたの。その時のイヤーもある。同じシチュエーションの時のマジで無理のって言われた時のあるやつ。なんでアメリカに言われた。これピーエルも大変なんすよ。もうのイヤーだったら、イヤー。それイヤそう、イヤそう。それよ、だからマジで無理の、さっきこれ出さないといけなかったんですよ。は？今はーって言う。お父さん仕事辞めたってよ。はいはいはい。一応多分あってはいると思うんです。これ落としましたよ、永久死。は？いや違う違う。どういう状況。